前のできるシーズンマッチ。いやーお前らやべえやつだ。今日は突撃お前のデッキでシーズンマッチやっていくってことでですね、今日紹介させていただくデッキはツイッターのダイレクトメールでいただきましたゼータさんのこのリリアスデッキですね。ゼータさんで合ってるのかな、読み方わかんないですけど、このねちょっと名前だけ勝手にリリアスブラスターっていう名前にしました。名前が欲しかったんで申し訳ないですでちょっと勝手にねアレンジ加えて申し訳ないんですけど、あの一番右下のルキアを調整しました。一応ねロック調整でルキアをエフィストより下にしました。であとねこのデモンズゲート、こいつも強いんですけど俺的にはあの魔の守護者の方がいいかなと思いました。このあのわざと入れてないのか、それとも魔の守護者が単純に持ってないのか、どっちからとは思うんですけど、まあ両面吸収って考えたらデモンズの方がいいんですけどね、ステータスとかあとエンデガとかとのシナジーを考えると守護者でもいいかなと思いました。まあ持てない方はこんな感じの編成でいいんじゃないでしょうか。このリリアスブラスターで今日はシーズンマッチをやっていこうと思う。吸収早速初めから相性の悪いデッキが来たぜ。どうしようリリティブでもハルディック普通に相性悪いよな。吸収パでもね、吸収パは今千代がねナーフされてるんでまだ立ち回れるかなと思いますけど、あでもこういうさ中途半端な吸収が入ってんなら立ち回りました。リリアスこれマゴマ1枚につきね450なんで、とりあえずミナはいらんかなこの戦いだと。オーケー、こいつはねあのブランジェッタとかそのゼータさんの意見からするとブランジェッタとかサバーロスかこの辺を出した後に出せれば火力が出せるっていうね。まあそうだな、マゴマが多くなればなるほど強いんでね。てか英語までさ普通にさあのいきなり3000ドカッと出されるのは強いと思うんだよな。って考えたらやっぱこいつは強い駒なのかなと思いました。あいいね、相手あの吸収寄せじゃないから両面吸収じゃないから大丈夫。あオッケー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 、リリアス発動できるよ。これはいけるんじゃないか。しかもねリリティも発動しちゃうんですよ。フェリスの1800いいよ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 2500くらい2500かちょっと計算ずれたな。オーケーオーケーオッケーオッケーオッケー、ここでコンボつやつ、あー微妙な駒が来たよ。まあでもここ置くしかねえよな、ここ置くのが今のブラジェにとって一番最適な気がする。でここで X で倒すとか来るとめちゃくちゃ嫌だから取るしかなくなるよな。倒す来たらそれも嫌だな。うん、どうだろう、こいつコンボもそこそこ強いから打っちゃうか、打っちゃおう。どんぐらい出る、計算できん。あれもう一個ないと 最大ダメージ出ないのか。いやでも強いぞこれ次2000出るんで通るとか引けば勝ち。あーそれはおかしい、やばい、その吸収量やばい。なんだかんだ現役じゃんかよお前、の力見るがいい、お前現役じゃんかよなあ。おい無理やんて、おいお前現役じゃんかよ。ちよ終わった終わった、これは終わった。おかしいねんて、終わった無理無理、吸収パ全然現役だったわ。オーラ1枚だあんな出んの。まあでも
セラもいるからあれだけど、あ、無理だよ、無理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 。いや、やっぱ吸収パワーダイエットですね。はい、ミラーマッチですね。ただ俺のデッキはね、中身が違うんで、結構ね、回復とか吸収とかも入ってるんで強いんじゃねえの。ほら、いやー、どうだろう。マフィスト、ハルカ、普通に強いんだよな。どうしようかな、次引く駒によってレニアドか。ハルだな、これは一番強いのハル。 OK OK よ、全然 OK。 よいしょ、次レニアドかな。レニちゃん強いんだよな、普通に。レニちゃん優秀なんすよね。これリリティエだろ多分相手。よいしょ、ミサトか、違う、マイティか。今あれだよな、なんか罠のさ、このさ、メフィストの下のさ、この線みたいなの出るようになったからさ、何はなんか把握しやすくなったな。前から出てたらすまん。マジかよ、そんな強気でくる。やべやべやべ、ルーシー、シャチさん、行きましょう。あはー、これさ、2枚取られるの考えたらこっちの方が強いな。通る、取っちゃった方がいいわ。あ、強い強い強い、ちゃんと回復する、しかも全部。これ強いべ。リリアス関係ないけど今んとこ。 OK、 リリアスは来なくていいぞまだ。前、あー、本当はイオン置きたいんだけど、こっちから行くか。罠剥がしてからイオン行こう。めちゃくちゃ嫌だな。ベルキアでバイセとか取っちゃって、だな。 OK、 でここで X に打ち込むと。 OK、エンデカだな、エンデカ X、 これが強そう。リリアス関係ないけど、リリアス来いや、来いや、リリアス見せ場が欲しいね。せっかくなら見せ場が欲しい。多分これ勝てそうな気はするんですけど、見せ場が欲しいね。リリアス、いや、ここは飛ばせないから一回ビナ置いて、次リリアスでとどめっていうプランが一番いいな。 OK、 まあダブコになるけど大丈夫でしょ、ピナ引いてれば多分。これ普通にあれかな、左下 X が正解だったかもしれん。まあでもよかった、これエンデガでも飛ばないな、さすがに8000は。1万6000も出ないもん、どんな頑張っても大丈夫だわ。まあこっちでいいのか。まあさすがにバハムートとか入ってるみたいな変なデッキじゃないはずだから。待ってよ、リリアス引いても出せんやんけ。来んなよ、リリアスなら、なら来んな。来なかった。結局ね、まあ、何出しても勝ちなんで、まあ、サマーロスカにせっかくならこのルーシーに当てとこうか。1200、よいしょ。てかサマーロスカはさ、あの、あれ、こいつ名前出てこなかった、ビーラとも相性がいいんですよね、自分の駒なんで。はい、来ました、玄関境最強といっても過言ではない。出たー、アポロー。何回も言ってる。俺の大好きなネタだな。いや、滑ってるんですよね。よいしょ、これリリアス引きたいな、とりあえず。てかブランジェッタとかロスカ引いときたいな。ロック、そう、これでね、あのルキアが釣られるんで OK です。まあまあまあ OK です。まあなんならね、あのアルカード釣られるんで全然 OK ですね。ほら、よいしょ、強い。まあ、言っちゃうね、ルキアは調整しといた方がいいと思う。俺の見間違いじゃなければ多分レベルマックスだったと思うんで、あの結構これで釣られること俺も昔あったんでね。はるか、うん、まあ
相手に火力を出させないっていうのが、これマイティだな、火力出させないっていうのが、あのアポロン対アポロンで大事なことだな。火力出させちゃうとね、一気にアポロンのリーサル来ちゃうんで。オーケー、またそういうやつか。リリテ次起きたかったな。むずいむずいぞ。まあこっちにリッチ置いて、次ハルを今度右側に配置してっていうか、きついなこれで。相手角かな、どっちから入るかな。こっちだな。アポロンか、きついよ。でもこれでダメージソースがちょっとなくなったんじゃね。これデモンズの方がいいな、の方がいいな。リッチがずっと決まるから強いよ、こっちの方が。めんどくせえ。エンデガの動静を残しときつつ、スルキアも残しといて、毒もちゃんと浴びせるなあ。これ4枚返し作られるのか、めんどくさ。で3枚返しでも作れるんだな相手。あー多分相手 D2 だな。 D2 置かれるとコンボがね確定しちゃうんだよな。まあきつい。まあそっちならいいか。来ました、リリアス。どうしよっかな。この罠なんぞ。うわー特殊罠か。俺こっから火力出せねえな、これ。んー、むずい、めちゃくちゃむずい。まあバイセとかだとどうせだよな。どうせバイセなんだけど、そのどうせバイセがめちゃくちゃ痛い。これマイティの動線開けちゃうの嫌なんだよな。ここか。ここだな。どこ置かれても一応回復はできる。で一回通常食らってから回復するから2000ギリ耐えるんじゃない。耐える。これバイセの出番だと思うんだけど、リリアスでしょ。リリアス打ちてよな。3000迷うな。リリアスの動画だろ。1600でお前早く打てよ。いやまさかバイセ投げるのか。ごめんなさい、バイセでごめんごめん。リリアス打ちたいけどバイセの方が出る。どう考えてもごめん。こいつやってる。ごめんなさい。多分リリアスでも飛んでたんだよな。ならリリアス投げんかい。飛んでたなごめんなさい。はい、このシリーズ多分ね5000やると長くなると思うんで、今度から参戦にします。参戦で総評したい。取れ高がなければ5000するかもしれんけど、とりあえず強いわ。普通にね、サマーロスカが強いめちゃくちゃ強かったなこいつ。今回サマーロスカの2400の回復がなければ完全に負けてました、今の体力。てことでこいつは MVP ですね、サマーロスカ。でリリアスも最後ねマジで最後ね、リリアス投げればよかったな。別にリリアスでも勝ってたから普通に。このねリリアスって駒も普通にありなんですけど、どうしてもねバイセとかに比べるとフィニッシュ力に欠けるんで、中盤とかで投げれるんなら強いですけど、今みたいにね最後のフィニッシュとかだったら、まあ、バイセに役割取られちゃうんでね。まあコンボもあるんで何とも言えないですけど、でステータスも結構高いんでね、普通に強いキャラです。ただ一つだけ言いたいこのキャラな多分持ってるやつ少ないよ
こいつ激闘フェスタの駒でしょ。多分ね持ってるやつ少ないんでなかなか難しい駒なんですけど、もし持ってたらね同じような編成で使ってみれば普通に強かった、うん、強いと思います。ってことで今日のドレスアンパンツボーイエイティーファイブ合ってるのか85、 85点です。まあ俺はこいつを守護者に変えたいなと思ったんですけど、なんだかんだ体力を維持するんならデモンズの方がいいのかなっていうのもあるんで普通にあれだと思いました。まあいろいろカスタムはできるんでね、メフィストってデッキは無限の可能性がある素晴らしいデッキだと改めて感じました、メフィスト。はい、てなわけでねこのシリーズね俺個人的にめちゃくちゃ好きだから、お前のデッキでシーズンマッチね突撃どしどし、まあ、コメント欄でもいいですけどレシピさえ書いてくれればコメント欄とかねツイッターとかでデッキ教えてくれればねこのコーナーはね今後もやっていこうと思いますんでよろしくお願いします。じゃあお前は最後にチャンネル登録よろしく。じゃあな。